デビッドイ E ・ケリーとミシェル・ファイファー、1994年のエミー賞にて、デビッド・エドワード・ケリーもしくはデビッド・エドワード・ケリーは、アメリカ合衆国の脚本家、テレビドラマプロデューサー、映画プロデューサーである。名演習生まれ、プリンストン大学及び、ボストン大学のロースクールで学んだ後、ボストンにて弁護士として働いていたが、1980年代に、 シナリオ執筆に関わるようになり、LA ロー7人の弁護士の数エピソードの脚本を担当したことが彼にとって最初のキャリアとなった。弁護士を題材とするドラマの制作が多く、代表作に刑事弁護を描いたザ・プラクティスや民事裁判を描いたアリー・マイ・ラブ、ボストン・リーガルなどがある。いずれも彼自身が弁護士として働いていたボストンを舞台としている。また、 この3作品はザプラクティスとアリー・マイ・ラブトが相互にクロスオーバーを行って主要キャストが相手方の作品に同じ役でゲスト出演し、そしてボストン・リーガルがザプラクティスのスピンオフ作品であることから同一の世界観を共有している。1993年に女優のミシェル・ファイファーと結婚2人の子供がいる。ありがとうございます。